山脇武雄と申します。今化粧品メーカーで研究員として働いています。このプログラムでは科学者の枠として、参加させていただいています。簡単な自己紹介なんですが、大学では共鳴ラマン分光法という、光科学のその手法を使って生体分子の、タンパク質の構造変化というのを調べていきました。で、入社後は化粧品の原料で、特にその色材という、色をつけるため の材料の開発に携わってきて、で現在の部署では、芸術家の方と、色の作り方であったりとか、その絵画の塗り方みたいなところから、化粧品の色の作り方とか塗り方みたいなのを、研究しているというような形になります。会社のうちの研究の特徴としては、アートとサイエンス、両方を、製品に生かして製品作りをしているというのがあります。で、どうしてもそのアートに関して基礎研究からこう積み上げていって、それが製品化するっていうのが、例が少ないので、なるべくそのアートの知見、アートの基礎研究をもとに製品化につなげたいと思っていました。で、そこでそのファンダメンタルズプログラムっていうのは、アーティストとサイエンティストが手を組んで、新しいものを作っていくというので興味を持って今回参加しました。アートの知見を、いかにこう他の分野に応用するかっていうのに、興味があります。もともと大学でも分離融合の教育を受けてきていて、こう違った領域の、からなんか新しいそのものを作り上げるっていうのに興味があって、で今回はその科学と芸術から何が生み出されるのかっていうのに興味を持って、参加しています。サイエンスについては、大学で博士号を取って、簡単にではあるんですけど、どういう基礎研究がされているかっていうのが分かってきました。で、逆にそのアーティストの方がどういうステップを踏んで作品を作っていくのかっていうのを、自ら学んでいくことで、その違いとか類似性から両方知っているからこそ新しいものが作れないかなというので、期待を込めて今参加しております。